こんにちは、ココです。今日は私がオートミルク、オーツミルクにハマる理由をお話ししたいと思います。持続可能なサステイナブルなライフスタイルを探して、今北欧スウェーデンでいろんなことを学んでライフシフトに挑戦しているところなんですけれども、プラントベースの食事が居心地よくなってきて数年経ちました。お肉お魚以外に私が減らしているものは乳製品なんですね。牛乳って小学生の時から飲まされてたと思うんですけれども、わざわざ大量にお水を使って家畜の餌を作って運んで、それを食べさせて、でわざわざ牛を育てて、で人工的に妊娠をさせて、育っていく牛たちはゲップだったりおならでメタンガスを出しているんですけれども、メタンガスをたくさん出しながら生きて、しかも毎年妊娠させられて、で子供を取られてお乳を出して 5,6 年経ったらお役目終了っていう、こう倫理的にも知れば知るほど飲みたくなくなるようなストーリーがあって、でもちろん昔は牛乳っていうものが栄養源だったりとか、栄養を取る上でとっても大事な飲み物だったと思うんですね。でそれが必要だった時代があったとは思います。でも今はいろんな技術が発展していて、他の選択肢で栄養を取って飲み物を楽しめるっていう方法がたくさん出てきました。環境破壊への影響を抑えられて、そして倫理的にも気持ちがいい、そういうようなプラントベースの飲み物をたくさん作れる技術が発達してきたんですね。なので私はそれを選びたいなと思って、最近はプラントベースにシフトしています。でも私はビーガンではないですし、ベジタリアンでもないので、たまにチーズを食べたりとか、お友達の家でお肉を出されたり、お魚を出されたらいただいたりとかっていうようなライフスタイルを送っていて、それが自分に合ってるなって感じているので、そっちをしてるだけで、どっちが絶対いいとかダメってことではないと思うんですけれども、あくまで私がなぜこのオーツミルクにハマってるのかっていうのをお話ししたいと思います。でその選択肢が自分の体と気持ちを心地よくしてくれるからそっちを選んでるっていうのが理由の一部ではあるんですけれども、何よりこのスウェーデンのブランドオートリーが美味しいんです。ちなみにこれ案件ではありません。もうただただ単純に私が好きで飲んでるだけです。いろんな種類あるんですけれども、これはバリスタ風って言われて、泡立ちしやすいアイカフェという、少し濃厚な味がするオーツミルクです。でこれがコーヒーにぴったりなんですよ。であとはこのヨーグルト風も結構食べます。スウェーデン語はハーブレっていうのがオーツ麦になるんですけれども、バニラかもしくはナチュラルを食べてます。それからたまに買うのがこのクリームチーズ風のペーストです。これはパンとかクラッカーに乗せて食べるようなものです。これはまあまあです。やっぱりフィラデルフィアには勝てません。個人の意見です。植物性のミルクっていうといろいろあると思うんですけど、例えばアーモンドミルクだったりとか、ライスミルク、お米から取れるミルク、それからオーツミルク、オーツ麦から取れるミルク、豆乳、大豆から取れるソイミルクっていうのが主にあると思います。以前出された BBC の記事で、果たしてどの植物性ミルクが一番環境負荷が少なくて済むのかっていうのがこう出されてたんですね。でそのコップ一杯のミルクを作る上で、温室効果ガスエミッションがどれぐらい出るか、それから土地、どれぐらいの土地が必要か、お水はどれぐらい必要か、そのようなのがこう分かりやすくまとめられています。で豆乳もいいんですけれども、やっぱり大豆製品っていうのがものすごく世界で浸透していて、豆腐を食べる人口もぐっと増えましたし、あと大豆ってよく家畜の餌にもなったりとかっていうので大量に生産されているんですね。熱帯雨林とかをこうどん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 切り崩して、で餌を作ったりだったり大豆を作ったりっていう背景があるんですね。でも自分は食事で豆腐、お豆腐とかも食べるし、麻婆豆腐も食べたいし、お味噌汁に豆腐入れたいしとかって考えていると、じゃあ飲み物は毎日コーヒーと一緒に飲んでいる飲み物に関しては豆乳ではないものを選んでみようかなっていう風なステップもあって今に至っています。このスウェーデンのオートリーというブランドなんですけれども、これは多分10年くらい前に私がスウェーデンに来た時にコーヒーフェスティバルみたいの、なんていうの、バリスタフェアみたいのをやっていて、そこにフラッと友達と行ったことがあるんですね。ここで初めて試食した記憶があります。でその時はあんまりなんか美味しくはないなみたいなイメージだったんですけれども、オートリーの戦略の面白いところはそのバリスタさん向けに攻めていったんです最初。
だからこれちゃんと泡立つようにもなってますし、バリスタさん、コーヒー屋さんでかなり受け入れられていったっていう戦略も面白いなっていうふうに思います。今スウェーデンのストックホルムにいるんですけど、ストックホルム市内のカフェに行くと、まあ、大体どこでも必ずと言っていいほどオーツミルクの選択肢があります。で、オートリーの場合もありますし、他のブランドの場合も あるんですけれども、やっぱり、まあ、環境を考えたりとか倫理的にビーガン、ベジタリアンでっていう方もすごく増えていますし、あとは乳糖不耐症、例えば牛乳を飲むとお腹痛くなってしまうっていう方多いと思うんですけれども、そういうラクトスが入っていないものを好むっていう方もすごく多いんですね。なのでこのオートリーとか、あとはハーブレ、オーツミルクが必ずあります。あとこのデザインもこうなんていうか、ナチュラル、グリーンみたいな、地球に優しくみたいな、私の中ではあまりこうしっくりきていない言葉があるんですけど、そういう系のアースみたいなイメージではなくって、ポップなデザインにしてあります。そこも素敵だな、面白いし新しいなと思います。オートリーのコマーシャルとかを見るとすごくシュールな CM だったりするので、見てみると、あ、この会社はこういう戦略社風なんだなっていうのがよくわかると思います。 No, 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 wow, wow, no cow, no, 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 wow。それから街中にこうパーンって広告があったりするじゃないですか、電子広告で。それに牛乳に対するちょっとメッセージみたいのがあって、数字で見せようみたいな。それ何かっていうと、牛乳が生み出す CO2 だったりとか、まあ、メタンガスだったりとかっていう環境をどれだけ破壊してるかっていう数字と、まあ、オートリーだハーブレミルク、だからオーツミルクが生み出すその量を比較して、じゃあ数字で勝負しよう、あとは美味しさ、栄養だったりとかっていうのも数字で勝負しようみたいな、ちょっと喧嘩越しのストラテジーの広告化があったのもすごく面白いなって思いました。で、まあ、日本でこれを買うと、聞いたことがあるのはアマゾンとかで買えることは買えるんですけど、1本まさかの1500円だったりとか、売り切れだったりとかっていう風に聞いたことがあります。以前私の両親がコストコに行ったら、このブランドではない別のブランドで6本で1500円とかって売ってるのもあったよとか、あと別のブランドで1本400円とかのものあったよっていうのを聞いたことがあるんですけれども、スウェーデンで言うと、まあ、スウェーデンのブランドっていうのもあるのか、まあ、1本20クローネ、19クローネから20クローネくらいで売ってます。で、そうすると、まあ、大体日本円にすると250円くらいになります。で、この会社のやりたいことっていうのは、やっぱり価格をグッと下げて誰もが手が届く価格に抑えるっていうふうに目標を掲げてて、それもすごく面白いなと思います。なので、まあ、このブランドじゃなくてもいいんですけど、いろんな選択肢が日本でも増えて手に届きやすいような価格になったらいいなっていうふうに思っています。で、こんなようなことをご機嫌ラボの美佐子ちゃんと、まあ、ポッドキャストっていう形でこうおしゃべりしながらお話をしているので、もしよかったらそっちの動画も見てみてください。こんなの飲んだことあるようだったりとか、これ見たことあるよっていうようなのがあれば、ぜひコメントで教えてください。それからチャンネル登録がまだの方はぜひ、それからいいねボタンと高評価ボタンもよろしくお願いします。はい、繰り返しになりますけれども、これは案件ではありません。ただ好きで飲んでいます。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイドー。